あんたのガレージ、店屋ガレージということで、今日は、大阪府の南川地区某所にある、見てください、看板、オートモービルスチューディオチャンピオン。言っちゃいましたね。チャンピオンっていう屋号をつける人はなかなかいないですよね。チャンピオンっていうのは少ないですからね、チャンピオンのお店に来たんですよ。チャンピオンがいるのかもしれないですけど、チャンピオンじゃないかもしれないですけどね、オートモービルスタジオという枕言葉がついてチャンピオン、マニアックな皆さんだったら知ってると思いますよ。チャンピオンをやってる人は誰か、もちろん D1 グランプリや D1 ライツやそういう、我々皆さんが知っているドリフト界の、活躍しているドライバーがやってるお店なんですよね、チャンピオン。そのチャンピオンって言ったら誰か、まだ言いません、なかなかのですね、ボロい工場昔からある、まあ、工場らしい工場の中ですね、はい、ちょっとずつ入っていきましょう。あ、もうなんかバレたかもしれないですね、あの車からして。もうこれでここの、経営者というか工場長がおいたじゃないですか、オートモービルスタジオチャンピオン、チャンピオンでいいです、チャンピオン、チャンピオンの尾藤弘君です。こんばんは。なぜチャンピオン、まずチャンピオン、まずチャンピオン、まずチャンピオン。 あれはでも学取りからです。あ、実はこの男何のチャンピオンかと思ったらですね、何のチャンピオンでもねえじゃんと思ったらですね、学取りチャンピオンの尾藤君じゃないですか。 そっからちょいちょいして独立して仕事をするよ。学取りで優勝して、何年ですかあれは。2011です。2011年、はい、もうだいぶ前になりますけど、はい、で、うん、学通りで優勝して、うん、で、まあ、周りがやっぱすごいやん、チャンピオン、ね、チャンピオンやんみたいな、チャンピオンでなっていう話になって、まあ、その当時、うん、そのバイトしてた職場の人とか、まあ、一部の人がそのチャンピオンっていうのがなんかあだ名じゃないですけど、なるね、なるよ。そう、学通り半分はようチャンピオン、ようチャンピオン、そうチャンピオンあれしょいてみたいな、なんかそんな感じになって、そうで、たまたまここを借りて、やるってなった時に、その屋号をどうしようってなって、うん、なかなか思いつけへんし、どうしようってなって、でも、え、っていうかもうチャンピオンでいい、そう呼ばれたから、もう割となんかそんな軽いノリというか、軽い感じで軽い感じでつけたけど、チャンピオンは重いよね常に勝ち続けていないと、まあそうですね、つかみかけたっていうチャンピオンですからね、はい、じゃあ皆さん何かあったらチャンピオンに来てくださいって言って、そのチャンピオンとお店がどんなもか、なんでどんな設備があって、どんな車のいじり方ができるのかっていうのを、紐解いていく、中は宣伝です宣伝、まあ、そんなにこのチャンネルって走り屋回顧録だとか、もう自分の黒歴史を暴かれるような感じもあるんですがってちょっと思ってましたけど、今日は宣伝ですガレこんなことができるか来てねみたいな、まあ意外と普通家賃いくらですか。それ言うんですか誰も言わないです誰も言わないです。このガレージ企画は谷口信輝から始まってますけど、別に彼も言ってなかったですあれと一緒で、ね、違う、あれはプライベートガレージ、じゃあこれも君の。もちろん、はい。すごい。まずチャンピオンにはあまりない、フォークリフトがあります。はいあのね、はい、こう見るでしょ、リフトがない。あ、二中リフトみたいなのもない。はい、これですか。まあ、割ともうこれですか。いや、こうやってやってあげるんですか。あ、でも、もうこれはその、まあ、結構そうやって部品、車部品取りとか、うん、もう結構部品取りして、こう中古部品とかも売ったりするんですけど、うん、まあそのガーッと上げて、そう、もうこれで上げちゃいます。いや、ガーッと上げてマフラー取るんですか。というより、まあまあルーフで上げて、ルーフで上げます。ルーフで上げて、ルーフで上げて、ピラーも売れるかもしれないのに。まあ、まあまあその車とかその時のあれによりますけど、車に傷一つつけたくない。いや違うよ、だってこうやってあげればいいんだもんね。だから リフトは基本的にその部品取りする、車部品取りする時見るからに、アライメントテスターとかなさそうです。ないですなんかいや前も言ったじゃないですか前も言ってアライメントは目犬です。目犬です。やっぱり関西は目犬です、はい、関西は目犬です、はい、でこれここの部分に関してはレーシングファクトリーですね、
にしました、まあ、レーシングワークというか、まあ、ちょっとした、まあまあまあ、趣味というか、まあ、こういうちょっとドリッシャーとか、うん、ちょっと預かってこういう作業するもともとはここは全部 棚やったんですけどね、うんうん、木でできてますけど、はい、これは自作ですか全部自作です。ここにあるの2階も自作、全部自作です。木と単管パイプで大体できてますよね。大体そうですね、大体単管パイプでできてますね、はい、学童り号はどこ行ったんですか。学童り号というかプライベート号は外に、表のそのちょっと あるの あります。じゃあ表はおいおい行くとして、はい、まあ、下は D1 グランプリの車をメンテするための、スペースができていまして、まあ、ちょっと、まあ、そうですね、メンテナンス、うん、リフトで上げてるじゃなくて手で上げて馬にかけて、さすがにこういう車は上げれないですこれで、うん、まあ、あのメンバー下ろす時とかはたまにこのリフトの方がリフトで支えて、うん、こうとかはやりますけど、うん、日中リフトではないないです。1階にあるものは、まあ、本当にねえな、ものがものがねえぞ。結構無駄な、まあ、あまりそうなものがなすぎて。これは何ですか。え、どれですか。これはプライベートの車ですか。ドア、ドア、これは前の、前のというか、うん、そうです。 D1 前のやつですか。 D1 前というか、うん、その自分の13の 前使ってたドアです、うん、はい、読者プレゼントのドアが手に。この前いりますか。じゃなくてもこれは何ですか。それはあのこの前の D1 の、 あの最終戦で、うん、あのあそうなの。そうです、うん、でデフが壊れ、デフブローして、うん、デフがロックしたことによってペラがこんなんになって。ああ、そうなの。そうですお台場で。皆さん、これは記念やなと思って。なんとかショップとかじゃなくて鉄ですね、ただの。鉄作ったもの？わ、洋物？作ったもの？作ったもの？まあ、加工したものになるのかな？加工したもの。ドライブシャフトショップで作ったカーボンのとか、アルミのとかじゃなくて、鉄ですね、これ、おそらく。はい。ああ、こうなるんですね、ドライブショップ。こうなった時の運転手の、あの衝撃ってどうなの。これがさ、バカンバカンってなるの、それともミッってやったら終わり。いや、もうすいや、ほんまにもう車爆発したぐらいのドカーンって言っても、うん、もうその1回だけでした。これがバタバタバタとかじゃなくて、もう多分これがもうそのフロアに当たった、うん、そのバーンっていう、うん、あれだけでしたね。でもその一発の音はすごかったですけど、はい、終わりって感じ。もうドーン、キューンみたいな、はい、俺終わった。あれ、なんかこのだけの広いやつを一人で切り盛りしてるんですね。今は一人で、はい、うん、やってます。たまにあるじゃないですか、あの広い工場を共同で借りて、この一角が僕のとこなんですよ。あ、何人かで借りて、ま、この階段ももしかして自作ですか。いや、これはちゃんと大工さんに作って、いやこれは大工さんに作ってもらいました、ちゃんと。でも自分で後からつけたもの。そうです、そうです。工場借りた後で、借りた後で、うんうん、そうです。この階段とか事務所とかはちゃんとした業者さんに作ってもらいました、うんうん、はい。ただこの2階は自作です、これ。これは。ちゃんとこう見る台がこうありまして、まあ物置に近いかな。あなた木が好きですね。こういう台をさ、あのさ、単管で組む人とかさ、あとなんか、ああ、なんだ、パワーラックみたいなの組む人とかさ、いろいろあんじゃんかな。鉄のフレームのやつ組む人とか、あの、まあ、ああいう 鉄、まあ、鉄というか、まあまあまあ、うん、なぜあの木なの。加工が楽でしょ。加工が楽、え、なんで加工が楽、うん、やし、木の方が多分安いかな、安かったかな。これを見てるあの超コアな10人とか20人しか見てないんだけど、その人は工場をもし作ったりとか自分でプライベートガレージを作った時はどういうふうにやろうかなとか考えてる人もいると思うんですよね。そういう人の参考になるとすると、木が安い。まあ、今わかんないですよ、でも、うん、今はちょっとその情勢的に今のその木の値上がりとかやっぱ鉄の方がこういうのバーってなんか棚作ろうかなと思った時は、あ、木だな、ホームセンター行こうっていう感じになるの。ホームセンターですか、これ。コーナンです。コーナンもちろん。コーナンプロですよ。よくあるコーナンですか。すべてがコーナン。コーナンの木のラックですね。ああ、コーナンね。一気にこれやっぱり木で行こうかなってなるんだな。コーナン
の木と江南のタッピングビス、こんだけの単管とクランプ買おう思ったら、うん、まあまあ、当時まあここやりだした時ってまあそんなね、うん、まとまっ、まあ、まあまだまだ全然その余裕もなかったんで、うん、これだからもともと1階にあった棚を上に上げただけなんですよ。あ、そうなんだ。だから借りて、そうそう、うん、最初まあやっぱり予算もあんまりねないし、もう好きなようにギュンギュンギュンって作るだけで、だけですね、完全に美的感覚よりも質実合計な作りだね。あ、まあ、うん、まあね、うん、まあいろんなものを避けながらこう作る単管ですよね。ベースはまあまあ単管とかでちゃんと一応まあ、うん、2階自体が単管でできてるんですからね。そうです、うん、ここにも重いものを上げるときはどうやって上げるの？リフトです。だからリフトですって。ええ、どういうこと？だからあのパレットを、うん、大きいパレットに、うん、まあこう、あ、まあ、こう上げたいものをバンバンと置いて、うん、でフォークリフトでここにまで持ってきて、うん、でっていう感じ、うんうん、フォークリフトなんだな、うん、ギリギリフォークリフトが届くんでこの高さまで。なんか急になんかエレベーターみたいなのがついてたりはしないですね。でもそんな重いものがあるわけでもないですね。エンジンが上にあったりとかでもないですね。あ、一応気は使ってます。あんまりエンジンミッションとかデフとかは、うんうん、まあ、上げないようにこれも自分ですね。いや、これはあの、うん、あのなんていう、よくああいう事務所とかにあるなんかテーブル机ね、机を全部かける3、うん、そうそう、だから棚を作らないでテーブルを棚のようにして、あ、そうです。普通の言うたら事務用品、うん、じゃあなんでこの養生のこのエレベーターの周りに張り巡らされてるみたいなやつがこれはプラダンがついてるんですか？見栄えと、あと商品、うん、だまあ大体その部品とかをその写真撮るの、うん、まあ、まあ言うたら写真台。ああ、ここスタジオ、そう、写真、これをまあまあこれをしょ、ああ、ヤフオクリスペースで、そうよく見るでしょこういうの。ああ、それか。だからこう置いて撮るときにやっぱこう何もこう、そうだね、ごちゃごちゃしてない方がいいんで、うん、間違いない。まあ、あとはまああのやっぱ傷防止というか、うん、ここがスタジオですね。そう、一応写真撮る場所、はい、物撮りの場所ですね、基本的に、ね、そうです、基本的に。なんか、ホコリとかゴミがないね、この工場なんか汚いものが一個もないね。全部綺麗に棚にこうあってさ、ここもチャンピオンの一部？一部ですね。そう、これがだから、ま、毎回自分の1、3です。ああ、の、そうです、そうです。保管庫ですね。保管庫にしましたね。になってますね。にしました、うん、そう、サイズ測ったら、あ、シルビアやったらギリギリ入るなってなって。これは自作ですか？いや、これはも売ってるの、あの、もともとその、うん、ありましたかも。なんかもともとここ、うん、もともと田んぼやって、うん、どう見ても全部田んぼ全部田んぼやって田んぼで、うん、でここがだからその何よ、田んぼの、まあ、よくあるああいう農機具置き場みたいな感じだったのを、うん、に見えないぐらい綺麗にしましたね。そう、だからもうこの下ももともとなんかそう、もうすっごいぬかるんでて、とてもじゃないけど、うん、あ、これも自分でやったの？これはコンクリ売ってもらいました、うん、業者さんに、うん、もっとだからもともとはもっとボロボロの、もう本当になんか結構錆びて、なんか地面ももうすごい、質実剛健な人すぎて、例えばこんな自分の気に入ったさ、いつもの相棒の入れたらさ、もっとなんかランドとかいろんなこと貼ったりとかしそうだけど、ただ入れたとりあえず、まあまあ、最近っていうか、まあそのあれなんでね、ここの車庫自体は、普段の走行会はじゃあこっちで行く？そうですよ、もう普段のそういう走行会、まあ今ちょっと仕様変更中なんで、うん、エンジンとか乗ってないですけど、名阪行ったりとか、うん、そういう普段のあれは こっちです。これエンジン乗ってないけど、じゃあ今週名阪行こうぜって言ったら何持ってくの？今だから車ないんですよ。ほー、そのあれ持ってくわけにもいかない。あれはさすがにちょっと、あ、そう走行会呼ばれても困っちゃうってこと？じゃあ普段乗ってるのはどれですか？これの中で買い物行ったり打ち帰ったりするのは、え、どれに乗って打ち帰るの？あ、普段乗り、うん、普通この軽バンとか、これですか？これですか？まあ、ある車乗ってますけど、 D1 ドライバーの
若手 D1 ドライバー活躍実業家チャンピオンの経営者は普段はこれ乗るんですか？これ結構乗ってますよ。アウディとかベンツとかこれあるわけじゃないですか？あ、まあ、アルファードとかあるわけじゃないですか？今はちょっとないですね。これですか？皆さん親しみあふれる男ですよ。次回はじゃあこれは尾藤君のですか？僕の車です。まあまあ仕事で使ってるというか、まあ、普通にスポイラーがつき通勤これですか？まあこれまあまあとか、うん、はい、普通はさ、なんかさアルファードとかさ乗ってそうじゃん。あ、いやベルファイアあるんですけど。お、なんだよ。いや、じゃあなんですけど、ただこれの台車で貸しちゃってるんで今。腹が立ちますけど、よかった、安心しました。本当はベルファイアを乗って、そんな大した普通のベルファイアを原稿ですか？原稿じゃないです。残念ながら原稿ならもう多分5、600万で中古でも売れるよね。まあ 今ね、今は高い。原稿ではない。原稿ではない。ベルファイアとサンバーに乗ってる。ハイゼットね。ハイゼットね。ハイゼットサンバー好きだから俺。まだ有料じゃなかったの？なんでこんな有益な情報流してたの？というわけで、有料になると趣旨が変わってくるかもしれないね。あわよくば、尾藤博樹のいろんなものを知りたいって思う人は残念ですが、ここでさようならです。ここからは課金をしてる人のために、お話をしますので、じゃあ無料の方、さいなら。